こんにちは、サイズです。ゆうきです。じゃあサイズ TV ね、はい、やっていきましょうかね。はい、はい、じゃあ今日は月ごとのコーディネートの11月を決めたいと思いますので、はい、責任重大になってね、お願いしますね。頑張ります、はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。私あの、はい、11月のコーデなんですけど、はい、あのレザージャケットにしようかな。レザージャケット、レザージャケットで、はい、シングルのライダース、はいはいはい、でパンツを変えていい組み合わせをちょっと考えようかなと思ってます。わ、はいはい、かりました。まずちょっとジャケットの紹介から。そうですね、はい、こちらです。はい、かっこいいシングル、シングルのライダースね。はい、 Y2 レザーっていうブランドなんですけど、うんうんうん、主にあのいろんなメーカーの OEM みたいな感じで作ってるところなんですよ。へー、だから例えば某有名なお店も、うん、のレザージャケットも作ってたりとかしてます。へー、はい、すごいですね。でこちらのモデルなんですけど、はい、こちらのいつもお世話になってる F アカデミーさんの別注、はいはい、オーダー品だそうです。すごい。で、まあ、一応こだわりとしては、はい、レザーのこうパーツごとに、はい、あのレザーが均一になるように、うん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 、なんかこっちとこっちで違うレザーとかだったらかっこ悪いから。そうですね、そうそうそう、なるべく同じような雰囲気になるようにこだわったのと、はい、ジッパーとか、はい、こういった金具とかが、はい、こういったやつが、はい、あの全部ヴィンテージでなってるそうです。かっこいいですね。ジッパーもねユニバーサルなんですよね。おお、来てる、来てるね、こういったもの。おお、渋いね。でこれは牛、牛、牛です。牛革です。牛革です。じゃあしっかりしてますね。しっかりして、やっぱあの熱いやつ、はい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 、結構、おお、かっこいい、うん、なんかシンプルでかっこいいよね。うん、そうですね、はい、なんでこれに合わせるパンツを考えていきましょう。はい、はい、わかりました。じゃあお願いします。お願いします。はい、はい、ではまず一パターン目とりあえずでこちらです。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 デニムですね。そう、さっきまでした普通のデニム下はねサーマル、サーマルです。デラックスエアのサーマル、はい、でブーツはスローウェアライオンというブーツで、はい、かっこいいですね。ね、うん、なんか、うん、まあ間違いないというか、そうですね、うん、間違いない、ね、合わないわけがない。そうです、合わない。締めても、締めても、あ、こんな感じ、うん、かっこいいですね。ここはなんかかっこいい、動きやすくなってるんですよね、袖の。ここですね、そう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 、はい、ところがいいですね。いいですね、はい。でまあ参考っていうか一応一パターン目か、うんうんうん、一パターン目、そうですね、デニムで、はい、このまま続けてね、はい、どんどんいきます。一パターン目、はい、いきます。では二パターン目こちらです。はい、でーん、でーん、
パン。チノパンです。いや、これもこれで。これいいよね。うん、まあ、これもさっきと一緒に合わないわけがない。そうですね。合わないわけがない。わけがない。これもデラックスウェアのチノパンです。はいはいはい。はい、いやかっこいいです。かっこいいよね。で、こっちはアミハット。はい。これね、アミハット。なあ、かっこいい。あともう1ね。かっこいい。いいですね。うん。なんでも合うね。結構ね、レザージャケットは。黒だしね。うん。ね、シングルスの癖のないデザインだし。そうですね。何にでも。合うね。結構合わせやすい。いや、かっこいいよ。もう決めらんねえ。いや、まだまだあります。まだまだあるね。まだまだすか。はい。じゃあ次の。はい。行ってみましょう。次の行ってみましょう。はい。では、3つ目。こちらです。はい。じゃん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 。じゃーん。M65 ですね。はい。はい。ゆきちゃんの好きな。大好きな。大好きな。結構ゴリゴリに強めな感じで。強めだよね。そうです。怖そうだよね。ただでもブーツが、うん、ブーツはね、そう、レッドリングじゃねえや、マーチンの赤でちょっと可愛くして、マーチンの赤で、うん、差し色的な感じで色を入れて、ね、ちょっとマスクのせいもあるんだよね、イカつく見える。そうですね、マスク黒だとやっぱ黒黒黒にはなっちゃうので、ね、まあでもかっこいいでしょ。かっこいいよね。映画タイトル下がちょっとボリューム、ね、はい、結構オーバーな、いいよね、こうですね、はい、いい感じです。どうでしょう。いいですね。いいね。チョイバル的な感じで。そうだね、うん、いいですね、うん、はい、かっこいい。こんな感じになってます。まだまだいきますよね。はい、まだまだいきます、はい。じゃあまた行きます。4つ目です、はい、こちらです。はい、はい、こんにちは。はい、こんにちは。こんにちは。こんにちは。セットパンツですね。これだいぶ攻めてんじゃないの。攻めました。だいぶ攻めてるよ。どうですか。どうですかね。いや、いいと思います。ちょっとなんかブリティッシュな、ああ、そうですね、そんな感じも、ね、イギリスっぽい感じがして、ちょい割れでこちらもちょい割れで、ちょい割れで行きましたね。そうですね、締めた感じ、ま、ちょっとシャツが出るんで、そうそうそう、それでまた赤がね、差し色だってね、はい、いいと思いますですね、はい、こんな感じです。では、もう一個。もう一個。もう一個いきますかね。もう一個。はい。はい。いきましょう。お願いします。では、最後の5つ目、こちらです。はい。はい、こんにちは。はい、どうも。はい、こんにちは。こんにちは。こちら。こちらがですね、はい、ブーツカットです。かっこいいんですよね。ブーツカットで、まあ、ブラックデニムのちょっと色落ちした、はい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 、いい具合に、ラングラーなんですよ、これね。ああ、ラングラー、ラングラーで、はい、これ多分20年ぐらい前に買って、最近発掘されました。はいはいはい、あ、発掘シリーズですね。発掘シリーズで意外とある、意外と今履くとかっこいい、ブーツカット出てきましたね。そう、ブーツカットかっこいいですよね。いいよね、意外とね。で、ちょっとベレボレ抜け感出して、はい、どうですかね。いいですね。いいよね。かっこいいです。かっこいい。かっこいいよね、うん、デニムの発掘が意外と収穫だったなって。まさかの、まさかの、はいはいはい、ここに来て、いいですね。いいね。止めてもかっこいい、はい、一応黒で揃えてね、ベレで抜けて、はい、
いやまさかこのデニムを履くことになるとは思わなかった予想外の予想外予想外でしたよ、はい、いいですね、はい、どういう人に決められそう。いや5つもあるとなると、うん、ちょっと難しいですね。難しいよね。なんか過去一難しいパターンがそうですよね。そうなんですね。多いんで、うん、なかなかなんかどれも合うしね。そうなんですよね、はい、じゃあちょっと徹夜で考えますか。頑張りましょう。頑張りましょう。頑張りましょう、はい、じゃあちょっと一応一つに絞りたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。一晩考えた結果こちらになりました。こちらです。こちらです。一番最後のやつ。はい、最後のやつで、まあ、ちょっと話し合った結果、帽子をね、ベレー帽からこちらのアーミーハットに変えまして、はい、変えました。いいですね。ね、なんかこうモノトーンっていうか、はい、統一感を出した感じで、ちょっと大人な感じでいいですよね。はい、ブーツカットなんでね今はなかなかないですね、ブーツカットのパンツが発掘されたんだね。はい、はい、こちらになりました。なりました。いや無事ね、11月まで決まりましたよ。そうですね、7、8、9、10、11と、あ、5ヶ月分決まりましたんでね。早いですね。早いですよこれ編集早くになって12月になってなっちゃいますね。もうこう巻きでいかないと、はい、じゃあ一応11月の、はい、じゃあこちらです。